前回早朝3時起きで朝の富士山を撮った私たち、今回はどんな富士山の絶景が見られるのか。彼は鈴木圭吾さん、富士山を専門に撮る18歳のカメラマンだ。あ、もうだいぶ山頂が隠れてきたの。そうですね、やっぱ夏だとこうなります。これこれで面白いけどね。そうですね。圭吾さんは子供の頃からずっと富士山の近くで育ち、富士山を撮り続けてきた。友達と話して合うんですか？話はあんまり合わないですねなんかそもそも富士山の話はあんましないのと、ゲームとかやんないんですよ、ほぼ。なんで友達と同じようなことあんましないんで、うん、一番の趣味は何なんですか？趣味は写真になるのかな。写真だ。写真登山。写真の登山。おっさんじゃん。あ、なんで、あのおじさんとかおじいちゃんの方が話が合います。あ、そうだろう。まあそうだろうね。逆に苦手なことってなんかあります？勉強苦手というよりかすごい嫌いなんです。学校の勉強だよね。そうですね。カメラの勉強好きですか？めっちゃ好きです。そういうことだよね。今大学生。今はフリーなんで。あ、大学行かずに。そうです。社会編集みたいな。フリーだよ、完全にフリーのプロのカメラマンってことです。これだけでお金を稼いでるんですよね。これだったり、まあ、あとその写真提供したりとか、はい、いろいろ本当にいろんな仕事があります。彼は1年前現役高校生カメラマンとして有名になり、今日まで多くのテレビ番組に出演している。あの写真専門学校とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうところに行って学ぼうとは思わなかったんですか？もう考えたんです、うん、そういうか。こうだったり、はい、でもなんだろう、現場で学びたい方向じゃなかったです。ああ、もう撮りたい撮りたい。あで、あとは高2の最初ぐらいからテレビに始めて、うん、はい、そっからすごい売れるようになって、うん、謎の自信があったりなるほどね。まあ、あと今の時代本当 SNS 活用すれば、はい、フリーでもやっていけるって、うん、失敗しても死ぬわけじゃない。素晴らしい。時代をちゃんと分かってる。本当そう。学校で得られる技術ね、もう今ネットでほとんど得られる。そうです。本当にそう。ネットの方が逆に、うん、本当にそう。午後、圭吾さんの写真がきっかけで世界に広まった超人気スポットへ、ね、もう一個あの面白い富士があるんだって。日常富士っていうんだって。富士山と何か撮るときに1番か2番かくらいの人気だ。すごい。わかんないですね。自分が最初に撮っただけで流行ったのは、流行らせた人は違うんですけど、撮影禁止になりかけるぐらい。あ、そうなんだ。みんな撮影しに行くっていう。多分今もめっちゃいるんじゃないかな。いや、土日すごいっすよ。あ、今日日月曜日だからまだマシ？マシかもしれない。あ、本当だ。ここだ。ここです。もう入るなっていう看板がある。じゃあここからのこのローソンと。ああ、ローソンと富士山。これが今人気らしいです。本当だ、みんな取りに来てる全然普通じゃん。ただのローソンじゃん。こんな入れると思わなかった。じゃあなんか外国人には受けがいいらしい。你们是中国人吗？对对对。你们为什么知道这里？小红书看的吗？在小红书看的。对对对，中国人都喜欢看书。哦。最後に、私が個人的にずっと行きたかった絶景が撮れる場所へ。そこは構図が非常に美しく、これまでずっと加工写真だと思っていた場所だ。撮影姫階段390段。ああ、
我以为那个照片是假的，我一直想，一直想。啊，如果有这个风景，啊，想看。哎呦我天！这个风景，没想到398，个台阶。好多外，寺庙，富士山，春天的，是真的有这个景色。对，我想看，好好看风景。今天早上4点起来，我的眼睛完全不行了。酷使して。何それ？酷使して蓄積した辛い疲れ妙の。何それ？超おじ俺に合ってる。超过限界的眼睛累。真的。太累了，真的太累了。啊，気持ちいい。暑い。暑いし。哦，可以。挺清晰的。眼药水，特别爽。这个富士挺好的。啊？我觉得这个富士山很好。是吧？对，有云。不是光秃秃的，它有点云，就像冬天看到那个雪一样。对。本当にあったんだね、この景色。ね。没来过。没来过的人真的以为是 P 的。对。今回さまざまな富士山を見て。改めて圭吾さんが言った一言が少し理解できた気がする。他の山は撮ろうと思わないの？他はあんまり思わないです。何がいいんですか？この毎回変わる表情というか、うん、で富士山にはなんか表情があると思って、うん、怖い時の富士山もあれば、うん、なんだろう、可愛い系の富士山もある可愛い系の富士山多分あんま分かんない。分かんないよ。もう撮りたくてしょうがない。一生撮ってられるっていうのが富士の山って言って、なんで本当に撮り飽きないというか、これもったいないとかね。